ピアノ競争曲第3番に単調作品30は、ロシアの作曲家、セルゲイ・ラフマニノフが作曲した3番目のピアノ競争曲である。1909年の夏に作曲され、同年11月にニューヨークで初演された。ピアノ競争曲第2番と同様に、ラフマニノフの代表作の一つであり、演奏者に課せられる技術的、 音楽的要求の高さで有名な作品である。演奏会で取り上げられる頻度や CD リリース数においても第2番と同様高い人気を誇っており、ピアノ競争曲の分野における名曲の一つとの評価を得ている。1909年の夏にタン母不周岩の深の別荘で同年秋に予定していた第一回アメリカ演奏旅行のために作曲された。 全曲の完成は同年9月23日のことだった。時間の制約からラフマニノフはこの作品をロシア内で練習することができず、アメリカ合衆国に向かう船の中に音の出ない鍵盤を持ち込んで練習を仕上げたという。同年11月にアメリカで初演された後、1910年にグートへイリシャにより出版され、作品はヨゼフ・ホフマンに検定された。 後にラフマニノフはこの曲をカットして演奏するようになった。1939年から翌年にかけて行われた録音でもカットしたバンで演奏している。かつては他のピアニストもこれに習って一部をカットして演奏することが多かった。岩の深でピアノ競奏曲第3番の作曲に取り組むラフマニノフ初演は1909年11月28日に 作曲者自身のピアノと、ウォルター・ダムロッシュ式ニューヨーク公共楽団との共演により、カーネギー・ホールにて行われた。さらに1910年1月16日には、グスタフ・マーラー式ニューヨーク・フィルハーモニックとの共演により2度目の演奏が行われた。リハーサルの際、当時スラブ系の音楽の演奏、解釈に不慣れだった、楽団員がざわついたために、マーラーが静かにしなさい。 この曲は傑作だ。と言って、オーケストラをなだめ、この演奏のために時間になっても、段位を返さず、完璧を目指して、長時間の練習を続けた。その、マーラーの根気に、ラフマニノフも感銘を受け、後にオスカー・フォン・リーゼマンに、二騎士と同列に扱うに値する指揮者はマーラーだけだ。と語った。このアメリカでの演奏への評価は、その長さと、 技術的な困難さに留保をつけるものだった。この曲は当初は演奏するピアニストは多くなく、当作品を検定されたヨゼフ・ホフマンも演奏することはなかったという。そんな中でこの作品を私の曲と呼んでマナスをしたのは、ウラディミール・ホロビッツである。アメリカデビューとなった1928年1月のコンサートの4日前には、ラフマニノフと初対面を果たし、 この作品を2台のピアノのためのバンで演奏した。以後この2人のピアニストは親しく交流するようになった。1930年にはアルバート・コーツ式によるロンドン交響楽団との共演でこの曲の世界初録音を行った。ホロビッツはこれ以後もフリッツ・ライナー式による R.C.A. ビクター交響楽団との共演や、 オーマンディ式によるニューヨークフィルハーモニックとの共演など、この曲の録音をいくつか残している。この曲を早い時期に演奏したもう一人のピアニストがバルター・ギーゼ・キングである。彼は後日の第一楽章の2種類のカデンツァの難しい方のオッシアを弾いていた数少ないピアニストの一人である。ギーゼ・キングも1940年にウィレム・メンゲルベルク式による アムステルダムコンセルトヘボー管弦楽団との共演で、この曲の録音を残している。後年ラフマニノフはこの曲の演奏を、ホロビッツやギーゼキングなどより若い世代のピアニストに、委ね、自分では演奏しなくなったという。ただし彼は1939年から翌1940年に、かけてこの曲を、友人オーマンディ式による、フィラデルフィア管弦楽団との共演で録音している。 これは、現代においても、CD として入手可能で、決して音質的には良くないものの、ピアニストとして、そして作曲家としてのラフマニノフの片鱗に触れることのできる貴重な録音である。1943年に、ラフマニノフが亡くなった後には、ウィリアム・カペルやレフ・オボーリン、モーラ・リンパニー、エミール・ギレリス、ラザール・ベルマン、マルター・アルゲリッチ、 バイロン・ジャニスといったピアニストがこの曲を録音している。この曲がより広く演奏されるようになったのは1958年に開催された第1回チャイコフスキー国際コンクールでピアノ部門で第1位となったバン・クライバーンが本戦でこの曲を演奏したことがきっかけだった。クライバーンは本戦で共演したキリル・コンドラシンを伴って外戦帰国すると コンドラシン式によるシンフォニー・オブ・ジエアートの共演でこの曲をステレオ発録音した。このコンクールでのクライバーンの活躍により、この作品のみならず、ラフマニノフ作品全般はクラシック音楽のトレンドとなったと言える。これ以後は、ウラディー・ミル・アシュケナージやエフゲニー・モギレフスキー、アレクシス・ワイセンベルク、ラザール・ベルマン、マルタ・ー・ルゲリッチ、ブラジー・ミル・ヘルツマン、エフゲニー・キーシン、 ミハイル・プレトニョフ、小山道恵、ランランなど多くのピアニストによって演奏、録音されるようになった。特にアシュケ・ナージはピアニストとしてこの作品を4度録音しており、自身ライナーノートを書いたり、2種類のカデンツァを弾き、分けていることも特徴的である。第2番と同様に2巻編成が取られているが、スネアドラムが追加されている。独奏ピアノと共に配置される。 還元楽の編成内容を以下にて示す。なお、ティンパニー以外の打楽器は、第二楽章の終盤と、第三楽章においてのみ使用される。ピアノ競争曲第三番は、一般的な競争曲の形式を採用し、全三楽章から構成される。一般的な演奏時間は39から41分程度となっている。以下に表記する発想記号は、ドーバー社のスコアを参照とした。 二単調、自由なそなた形式。性質で、ロマン的な雰囲気の中に劇場が秘められている。オーケストラによる短い助走の後に、ピアノが、オクターブで奏する第一主題が全体を貫く、共通主題となっており、全曲を統一する役割も持つ。通常の競争曲における慣習とは異なり、展開部から再現部への移行部に第一主題の再現を兼ねた。 カデンツァが置かれている。ラフマニノフはこれを穏やかなものと重厚な和音を使った派手なものの2種類を用意しているが難易度の高い後半部は共通であり、交換で言われている難易度の差はない。再現部の後、短いコーダが続いて静かに終わる。演奏時間は演奏者、採用するカデンツァによって様々だが、およそとして13から17分を要する。なお、版によっては、 アレグロマノントロッポと速度指示表記されているものも存在する。二単調英単調変二調調変路単調英単調二単調、三部形式と変奏曲の二つを合わせ持つ形式。間奏曲とあるが、それ以上の役割を果たす非常に神秘的な楽章である。大声で提示される憂鬱だが美しい旋律を中心に、 その他様々な重要な素材を扱って進む。中間部には、第一楽章の第一主題が変形して現れるが、一度、聞いただけでそれを判別することは難しい。ワルツ風のエピソードを経て、冒頭の主題が再起し、普通に高揚した後、激しい独創と、オーケストラによる色付けによって盛り上がり、アタッカによって休みなく、第三楽章へ続く。約十一から十三分。 第3楽章のピアノ独奏により提示される第1主題冒頭部に短調に長調、それまでの抑制された雰囲気を振り払う力強く決然とした楽章。自由なそなた形式と言えるが、ラフマニノフ独自の形式である。ピアノで提示される第1主題は劇的で、ピアノ下校をふんだんに盛り込んだもの。 オーケストラによって確保された後、またもピアノによって、都庁長の序章的な第に主題が提示され、さらに展開部では、第一楽章、第一主題をもとにした楽奏が現れる。静寂の後に独奏ピアノとオーケストラが融合したような、凄まじい再現部になる。再びの静寂の後、一気火星に、カデン電座に向かう計画、ピアノのごく短い加工音系カデ家電座を経て、 二丁丁で美しく昇華された第二主題が続く。頂点を形成した後はコーダになり、テンポを上げて一気に盛り上がり、その頂点で派手な軍学調の終始に全曲を閉じる。この賑やかな軍学的な集結は、ラフマニノフの作品の典型的処方で、ラフマニノフ終始と呼ばれるものである。約13から15分。 デイビッド・ヘルフゴットの反省を描いた1996年公開の映画社員において物語の重要な主題としてこの作品が使用された。ありがとうございます。